私は尊くありがたいものに感じるし、集中して聞けるというもの。不細工なお坊さんの説法では仏の教えも伝わりません。とはいえこんなこと言ってちゃいけないんだわ。私がもっと若ければこんな罪作りな意見だってガンガン書くでしょうけれど、今となっては仏の罰が恐ろしくて書けやしない。私でも一応顔で相手を判断するのはよろしくないという自覚はございます。防衛大臣の源常房様がまだ三重県の知事であられた時、私の家に訪ねてこられたことがございました。敷物をお勧めしたところ、その上にこの草紙が載っていて見つかってしまいました。慌てて隠そうとしましたが、そのまま持っていっておしまいになり、ずいぶん経ってから返してくださいました。その時からこの草紙が一人歩きし始めたと聞いております。それにしてもなんで猫の美代子様や犬のラッキーのことであんなに大騒ぎしたのでしょう。皆でわざわざことを大げさにしていたようにも思えます。皆ゴシップが好きということでしょうか。飛び急ぐさえ哀れなり。
糸小さく見えるは糸おかし。